是正することが最優先課題です。子どもの貧困7人に1人です。コロナ前の調査でも生活が苦しいと言われている方々は 54% 以上、母子世帯では 86% 以上、健康で文化的最低限度の生活さえかなってません。憲法25条違反です。どうして老老介護が増えるんですか？どうして介護離職、そして介護殺人が減らないんですか？ヤングケアラーは行政による責任放棄です。個人として尊重されていない、憲法13条違反です。税金の取り方を歪め労働環境を破壊し、儲かったのは一握りの資本家のみ、憲法15条違反です。世界トップレベルの国を政治と資本家が30年間で食い潰した、アジアの没落国家になりましたよ。内政の崩壊から目をそらさせるための憲法改正とは面の皮が厚すぎる。今ある憲法を守れ。話はそれからです。